はい、こんにちは、ココムです。今回は第2弾のおしゃれな文房具で筆箱紹介をしたいと思います。イエイ。はい、ということでまたまたおしゃれな文房具で筆箱の中身を作ってみました。第2弾やるのは早いなと思った方たくさんいると思うんですけど、やっぱりね、こちらの筆箱、ポッチリの筆箱はおしゃれだなって思ったので、こちらの筆箱でも作ってみたいなと思ったので今回やっていきたいと思います。そしてこの筆箱に合わせて中身も作ってみました。では紹介していきたいと思います。はい、ということでまず筆箱なんですが、ポッチリという京都のがま口専門店の幾何学 J5.7 メガネケースになっています。こちらね、チェックグリーンという柄になっているんですけど、まあ、メガネケースで売られているということで筆箱にはね、あってはいないんですけど、私は筆箱として使ってもいいかなと思ったので購入しました。こちらの柄は私気に入っているんですけど、深緑でチェックっていう感じがすごくおしゃれだなって思います。で、あともう一個気に入っているポイントがこちらですね。こんな感じで真四角になっていてスマートでかっこいいし、普通にね、こんな感じが気に入っています。あとはガム口になっているということで、もう真新しい感じでおしゃれだなって思います。こちらは3000円ぐらいで売られているんですけど、概要欄載せておきます。それではね、中身見ていきたいと思うんですけど、こちらの筆箱もう少しいいなというポイントを見つけたので、そちらは最後に紹介したいと思います。じゃあ中身見ていきましょう。ではまず消しゴムはこちらの無印良品のものです。またまた無印のもの出てきましたね。やっぱりシンプルでおしゃれだと思います。続いて写真はファーバーカステルのものです。こちらはね、深緑ということでおしゃれだなと思ったし、結構ね、スマートっていうこともあっておしゃれに見えるのかなって思います。次、定規も無印のものです。やっぱりシンプルはおしゃれですね。まあ、ただね、こちら選んだ理由なんですけど、こちらはちょっと筆箱短いということで15センチ定規でも入らないものがあったんですよね。こちら15センチになっているんですけど、ゼロスタート、どちらもゼロスタートになっていて余白がね、ないということでこちら入ったので、おしゃれでこちらの筆箱に入ったのでこちらにしました。ただ無印良品のものはおしゃれでも機能性もあって、こんな感じでね、取りやすくなっているっていうのもいい点ですね。そして鉛筆なんですが、こちらトンボの着物語にしました。こちらもね、シンプルだったり本当に木っていう感じがあるのでおしゃれなんですけど、ちょっとメインで紹介したいのがこちらの補助軸です。やっぱりね、木はおしゃれだなって思います。あと補助軸の場合は太くなるということで、個人的にね、持ちやすくなるということで、補助軸全般の話になるんですけど、それもまたいいなって思います。そして蛍光ペンは100均のソフトマーキングペンです。5本入って100円のものということでね、コスパもいいものになってるんですけど、やっぱりね、見た目が本当におしゃれだなって思います。やっぱりね、白もおしゃれな部分あるなって思います。定規も白ということで、第1弾のおしゃれな文房具で筆箱紹介をしてみたという動画も、あの白がね、入ったものだったんですけど、それと同じでこちらもおしゃれだなって思います。蛍光ペンって結構派手なものが多いと思うんですけど、こちらね、キャップのみに色がついていたりで、ちょっと淡い感じになっているので、まあ、それもおしゃれなポイントだと思います。そして水性ボールペンも無印良品のもので、組み合わせが選べる3色ボールペンです。またまた無印良品のものなんですけど、やっぱりね、無印良品見た目だけではなくって機能性もね、結構いいなって思います。こちら同じ感じのユニのスタイルフィットの3色ボールペンでもあるんですけど、ここがね、こんな感じで凹凸がついてないということで滑りやすいなって思ったんですけど、無印のものは、ね、こんな感じで滑りにくくなっているので機能性もいいなって思いました。あと普通にインクも滑らかに描けるようになっているので、おしゃれかつ便利だと思います。そして多機能ペンも入れました。こちらを選んだ理由はやっぱり木ということですね。あと軸にラメが入っていたり、ブラウンということでおしゃれだなということでこちらにしました。そして2プラス1ということで、黒は重要な書類を書くときに使ったり、赤はジェットストリームということで滑らかなので丸付けに向いていたり、
あとはね、シャーペンこの中に2本しか入れなかったので予備としてこちら使えるんじゃないかなって思います。ノート取りとしてこちらにいろんな色が揃っているので、こちらね他に色がないということで、無駄っていうとあれですけど使わない色がないということで、まあそれもなんかスマートだなって思います。あと多機能ペンは筆箱に入れるものじゃないなって個人的に前思ってたんですけど、たまに何かしらで1本ペンを持っていく時とかあると思うので、そういう時にはね便利かなと思ったので多機能ペン入れてみました。そしてここからシャーペンを紹介していくんですけど、どちらも木軸のシャーペンになっています。それがジャジャンということで、パイロットのレグノの新型です。こちらねちょっと太めの軸ということで、あんまりおしゃれではないなって思ったんですけど、色がね明るめの木でナチュラルでいいなって思ったのでこちら入れてみました。あと太軸ということで長時間筆記に向いたシャーペンかなと思ったので入れたのと、あとは低重心だったり書きやすいものにもなっているのでこちら入れました。そして2つ目はパイロットの S20 です。こちらも明るめの木ですね。明るめの木の方がこの筆箱にも合うなって思ったし、あとこういう明るめの方がおしゃれな感じがあるなということでこちらにしました。そしてねちょっとネタバレになるんですけど、これはシャーペントップ3見た目編で言ったように形もね好きです。やっぱりスマート細めなものっておしゃれだなって思います。ということで中身はこんな感じになっているんですけど、最初に言ったこちらの最近知った特徴を話していきたいと思います。それがこんな感じです。こんな感じでガバッと開くようになってるんですよね。こんな感じで中身が見やすくなっていて、ペンが取り出しやすくなっています。これ最近知ったんですけど、こんな感じで、ね、自動で止まってくれるんですよね。ちょっとね内容量はメガネケースということで少ないんですけど、そういうね機能面もいいなって思います。はい、ということで今回は第2代のおしゃれな文房具で筆箱紹介をしてみました。やっぱり無印のものっておしゃれだなと思ったし、白いものだったり木軸のものだったり透明なものだったり、この3つはねおしゃれにつながるものだなって思いました。そしてこちらのポッチリのメガネケースもおしゃれだなって思います。気になった方はぜひチェックしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では